今日のの聖書の言葉です新約聖書の中にこんな言葉が書かれています。あなた方の髪の髪毛さえもみな数えも数られていますだいぶ前に読んだ本の中に私たち人生についてこんなふうに定義しているその文章に出会いました。人生とは五号とっくりのようなものである。 一生つまらない。人生とは満員電車のようなものである降りたい時に降ろしてもらえず降りたくない時に無理に出されてしまう人生とはままならぬまあこういう人生観できたら持ちたくないなってそんなふうに思いますたった一回の人生をつまらないままならぬと終えるのは なんとも楽しかし実際には私たちはいろんなところで人生とは思うようにいかないものそんなふうに誰もが感じているのではないでしょうか聖書は私たちの人生の最終的な責任者がおられると語っています将来の不安や恐れをしっかりと受け止め 安心して私たちが生きていくことができるようにしてくださる方がおられるそのように教えています今日の聖書の言葉は私たちを作ってくださった想像された神様は私たちの頭の毛の数までもご存知であるとそのように語っています別の箇所では空を飛ぶ鳥の1羽さえも 神様の許しがなければ地に落ちることはない。あなたは多くの空の鳥よりも優れたものであるから神様はちゃんとあなたのことを見守っているよ。そのように語っている箇所があります。神様は私たち一人一人に対して関心を持っておられる。私たちの髪の毛の数までも知ってくださるほどに。 私たちのことをちゃんと見守ってくださっている愛してくださっているこれが聖書が教えている大切な教えです私たちの知らないような私たち自身のことまでご存知である方が私たちを生かしてくださっている支えてくださっているそのことを知るときにそしてこの神様を信頼して信じて生きていくときに私たちは 不安や恐れから解放された人生を歩むことができるのではないでしょうか。あなた方の頭の毛さえも皆数えられている。そんなふうに私たちのことを知ってくださっている神様のことをぜひ信じてこれからの人生を歩んでいただきたい。そのよう